今日のスタッフの動画を入れて配信したいと思います。よろしくお願いいたします。ちょっと会社が遅くなっちゃいます。本日も9時過ぎが式の方に向かいたい予定しております。それまでは皆さんの方をお願いします。はい、今度はこちらと you
Yeah.
はい、あーこんばんは皆さん、スパツ X、四季の細道大会、今日も人数は少ないけどやろうと思います。で、大丈夫ですか？エントリーをお願いします。東郷さんネームプレートないんで、エントリー料金1人100円です。キャラはお名前とエントリー料、キャラ、決めてください。よろしくお願いします。
はい、あとですね、エントリーされてない方、東根さんと山本さんと村さん、山本さんとあとあのエクスパのグレイス、
じゃあすいません皆さん、こんばんは。カーシムさん、あ、じゃあ失礼しました、金子さんと青崎さんがエントリーがまだでございます。お願いします。
からコメント入ってますね。こんばんは、ムーさん。残念ながらスローナさんいないですね。はい、ではですね、東郷さんがやってる配信台、そろそろ霧のいいところでお願いします。本日2018年1月26日、第61回四季の細道エボジャパン2018のね、開催記念ということで本日やっていこうと思います。皆さんよろしいでしょうか。1試合目、シャルさんとアオサイさんなんで、じゃんけんをお願いいたします。順番の方が1試合目、青木サイクロンとシャルさん、3人目からがロードさん、クリスさん、呼びましたか、入ってんの声、ショーンさん、友田さん、お茶丸さん、金子さん、川島さん、津村さん、エクスパーさん、トーコンさん、ほぼヤンオートさん。本日のエボジャパンの X 会場こちらです。 X 会場こちらです、はい、というわけで1試合目、アウトサイクロンさん、ザンギエフ、シャルさん、ベガということで始まりました。ベガザンギはザンギの方が有利なのか、確かそういった話があったかと思うんですが、おっと、おー、繋がる、4段入る、おわ、ピヨル、めくりからピヨった、おーっと、きっちりコンボ、開幕飛んで押していく、押していく。ベガはあれですよね、劣勢になる前にゲージを貯めたいところ、もうスーパーゲージ頼みなところがありますからね、ベガ側としては。どうしてもゲージがないと逃げれないところがありますので、対してそうならないように戦う。カニ、カニが刺さる、おお、ザンギ劣勢だ、お互いゲージを持っている、飛べない、お、垂直、飛べない、垂ジャン対空、すごいですね、垂対空、絶対カニ、カニを連込んでいった。シャルーさん、シャルベが勝利で、続いてロードさん、ラウンド1、はい、はい、ロードさん1キャラ目はサガト、あれ X ですね、あ、いや S です、タイガー言ってました、どうやら S です。空中で3段もらってしまう、着地からダブルにダウンはしなかったが、ピヨってしまう、ここからピヨリでナイトメアまでつながった、素晴らしいコンボ性能ですね、シャルさんは。タイガー、タイガー、やっぱり S 差がといえばタイガー打っていく、しかしダブルに入ってしまう、耐久は出たが相打ち、お、ホーバーにタイガー、止め当て思わせといて、あー失礼しました、ヘッドプレスと思わせてのヘビリバースですね、飛んでいく、
おっと使ってしまった。タイガー、タイガーとヘッドプレス。ここからおっと逆に2位が出てしまった。ホバーシャルバイゾン、あ失礼しました、シャルベが勝利。続いて、クリスさん。クリスさん、エボジャパンのため来日しておられます。素晴らしいです。どうやらさっきの出すのが遅かったようです。あれ、かくるんですけど、最高ワードから8回パンチでよかったんじゃないですか。いや、それかくんないです。かくんない、はい、なるほど。クリスさんはダルシム使いということ。ダルシム対ベガ。ライブのダルシムとだいぶ勝手が違うので結構苦しい、まあ、通常技は振る、まあ、ものがほとんど一緒なんでそこだけに期待、まあ、X やってないと同じ動きだとちょっと勝てないので。なんか前ゲージを貯めた。お互いなんかあれですね、あんまり様子を伺ってますね。初顔合わせだと思うんだ。ちょっと手の内を伺うような形。おっとダブルに引っ掛けた。おっとやれ飛びからのコンボ完璧。寄ってしまった。続いて2本目。頑張ってほしい。このどうさあピオルか。メッカジ厳しい。どうする、何か抜ける節があるのか。厳しい。シャルベガ勝利。続いて、ショーンさん。さあダイソン。続いてショーンさん、この方もあれですね、エボジャパンで来日されているという。ちょっとプレイヤーなのか、あの観客なのか聞いてないです。ファイブでもバイソンなのかな。まあバイソンとかベガとか言うと向こうだと名前が違うんで。そうですね、バイソン対ベガ、シャンさんはもうボクサーバイソン使いということで。カーッと使ってしまった。危ない。おっとオーバー刺さった。オーバーをガードしてから中盤が刺さった。飛んでいく。シャルさんのベガとはいえここまで厳しいのか。おっとピヨってしまう。飛びから4もうヒットコンボ。さあ仕切り直し、ファイナルラウンド。ニョッキリ、長いですね、大パンチ、大パンチが。返して、シャルさんもね、メインはボクサーだから、あのバイソンだから、分かってはいると思うんですが、厳しいところ、先制、スパゴンが溜まってるので、削れば終わりだが、こんなもん勝ち、入らない出番がチャッスルも入らない。おっとシャルベガここで敗北です。シアンさんのボクサーと次トモザさんですね。トモザベガ、ボクサーバイソン、バイソンとなりました。トモザさんもバイソン、同キャラ何があるか分からないというね。どうなんでしょうね。どうですかね。続いてお茶の間さんです。そうですね、どちらか来てもおーっと止める。止めたヘッドで止めた。
だけどゲージは溜まってる。だけどこのゲージの振り方、お互いねゲージの使いどころが大事だと思う。これはこの状態になると結構やっぱり多分これガードしてもかくんないっすよ。かくはないはずな。うわ攻める。うわさあどうする。最後はヘイト頭が飛び越えましたね。お互いにゲージあと一発の前でしたからね。ゴチゴチも行きにくい。画面端持ってってもそうなんですよ、ね、通常技振ってるだけだとこのゲーム減らないので、弾があるわけじゃないから離れると、今のゲームだと通常技振っても減るんですけど、ジェットガッセンだ、ジェットガッセンだ。おお読み勝った。さあこれ結構いい勝負してますね。そうですよ、ね、さんの武器さんは結構レベル高いはずですけど、いやいや、ショーンさん結構あれですね、やりますね、結構仕上がってる感じですね。バーサスには俺が仕上がったな。ちょっとグランドからの終了レイジー、トモサバイソン勝利。続いてお茶丸さん、ザンギでしたっけ。完全に2周目バルログになってるんですけど、完全にここでザンギを当てていく。今日は回るのか、はい、調子が悪いと回らないよ。お茶丸ザンギ、上げていく。おっとアッパーに引っかかる。さあ画面端、まだ1回もスクリーンが出てないぞこっからあるの、あるの、無勢なの。いやなんとかね、あのオアオアをオアをあー直接進むって感じですが、ランドが刺さってしまった。だいぶ難しいですよ、オアを直接進むのリスキーですから。さあ対処しきれないさあさあ足でなーっとピヨってピヨって、ここはミスらない。入ったが死なず、しかしグランドで。続いて金子さんスパコンは必要なかったと。トモサバイソン勝利で金子さん。昼間に今日の集大成がまあ、キャバーの方で対戦したのでこれちょっと前まで知らなかったんですけど、なんかそんなにきつくないらしいですよ。そうですね、でも見てると結構ガイル勝ってるシーンがあるんで、ぱっと見ね、ガイルの方がきつそうに見えるんですけど、うわー、いってしまった。ソニックに対してクレイジーがかなり刺さりますからね。遠距離だとやっぱりガイル、まあもう当然のアウトシャブやるガイドガンゲージをよく見るっていうところです。あそこで相打ち、7割型体力がないバイソン。しかしまだ分からないですね、バイソンは一撃があるから。ここでも分かんないですね。うわー怖い、ソニックセーフ。さあソニック、1ラウンド目2ラウンド目を踏まえた、今のうまいっすね。おっと画面端ごちゃらしていく、ごちゃらせー。スパコンが待ってる、返して。さあソニック連打の危険画像イメージがある。飛び込み EBS、トモザバイソン勝利でガーシムさん、カワシム、カワシムキャラ何でしたっけ。
久々に見るメインキャラ、川島さん、ダルシムですね。川島ダルシム。まあ、事実上の世界トップレベルなんですかね。多分ね、好きトップ。うえ、減ったそうなんですよ。ダルシムはびっくりするぐらい減る時あるんですよ。さあ、牽制し続けて飛び込まれるとまずい。投げ返して、ゲージもないの、飛び込む許さない。さあ、左側がスピードない。殺しパンチ、逆パンチ、インフェルノのスポリー、インフェルノだった。削り角だった。ヘッドがある。まあ、ヘッドも抜けないですね、インフェルノ。抜けれないです。ああいう打ちかな。さあ、ループファイヤーモード、画面端ファイヤーモード。これはきつい、さすがのバイソンが溶かされるけど、どっちいったが逆に切開されてしまう。川島大臣勝利。志村さんの、志村さん、やっぱフォーク、やっぱフォーク。今日はザンギ、今日はフェイロン。お、フェイロン、志村フェイロン。さあ、もうダルシム側飛び込まれたら終了。逃げて、ミリだけど。さあ、フェイロンの、フェイロンのきついところはなかなか削れないところ。あー、押し切った。どこかで飛び込まないと絶対削れないので、そうですね、飛ぶリスクはありますね、フェイロンが。いやだが、読み勝っていく、読み勝っていく。さあ、ダルシムあんま残ってない。おっと、ピヨッピヨッタ、悔しそう。逆に投げて、画面端持っていくけど、ここから逃がしたくない。逃げちゃう、逆に画面端、ピヨル逃げる、うまい、さすが。うわー、飛び込んだ。今日最後なんか飛び込みで終わることが多いですね。エクスパーさん、どうなんすか、やっぱ龍有名なの。微妙に龍有名だと思いますよ。ただね、フェイロンも一発あるし、まあ、やるかやられるか。さあ、モゲージが溜まってるけど、画面端に勝利返す。ファンタスティック真空ですね。中段投げられる、返した。大勝利、読み負け。支援客で回されてしまう。あれってフェイロンガードされてもそれない、いや、投げ足が入ってる。ロケッティアで同じ返せない、返しに行った。ドラゴンダンス、ダイヤシー。さあ、ゲージがある。さあ、どうする。ちょっと竜巻、エクスパーさんらしいです。劣化圏には竜巻がね、時です。続いて、エクスパーの勝利で、
トーコンさん。さあこれ倒したら結構ですよ。ルジト、いやこれエクスパさん勝ったらもうおたけびでしょうね。トーコンさんは当然選ばれ、これはもうおたけびレベルです。さあ打ち合う、最初は打ち合う、下がってしまった。謎の昇竜返す。さあガメアジ返したくない、逃がしたくない。さあ真空が止まる、削れるか、出ない、危ない、飛んでる、今度こそ出る、いいですね。入力が難しい。さあ当たってしまう、きっちり体育。さあ戦列かくってましたね今。減る、さあバフェっちゃった。多分あれも確定でしたね。通ったけど、オレンジの竜は通常タイプ、通常技タイプをするっていう話をこの間バサスレーク。さあいっ、さあ死ねる、入ってしまった、返してる、真空でない、真空でしょ、真空でしょ、あっがー投げてしまった、惜しかった。さあ山本俊里、さあ同キャラ、これこそ、これこそおたけびですよ。さあ細練していたチュンリーが対空、さあ早くもゲージが溜まりそう、これはゲージ溜めたもん勝ちなのかな、やっぱ2回打つ、投げー、さあゲージ溜まった、どこで吐く、吐いちゃった。さあこっから劣勢だが体力的には五分まだある。くぅ投げー、投げ、やはりここに行き着く、ダメージ、逃げたいが逃げられない。さあトーコンさん先にゲージが溜まって歩いてくるのがもはや怖い。さあ1画面端から逃げれない、固められて空対空入る、ゲージ溜まった、歩くけど逃しちゃいけなかったんじゃないか、溜まっちゃったぞ。さあ時間がない、このままだと逃げてしまう。判断がちょっと遅かった。さあ東郷さん勝ちすぎてるので青崎さんループ2周目、青崎さん順利勝利で2周目です。2周目1人目は、青崎さん、大好きな順利ですね、相手は大好き大好き、いや何が好きなんでしょうかね。
決してやられるノリで売ってるところありますね。決してやられることが好きじゃなさそうですけど。いやこれだいぶ来てますね。来てますよ。よってこかしたけど、もうあれ確定になっちゃうんですね。ジュンさんからコメント続々来てます。いや厳しいですね、やっぱジュンリー戦談義は。大丈夫ですよ、僕コメントちゃんと見てます。出しされて返す。ここで通らない。寄ってしまう。なんなんだあのスタンは。いやこれもう打つだけ得ですね。あ中足でポクッとやられてしまう。闘魂中に勝負で続いてロードさん。いやだ。最強チューニーですよね、今のところ。ね、チューニー使いの4回になった高校さんと自分山本さんそうです、順番も被っちゃう。さあ、ロードさん S 差だわ、これはおっと、線で作らってしまう。飛ぶときは気をつけてほしい。とりあえずタイガーでいくのではと思いますが、おっと投げられる。タイガーショットですよね、やっぱり。インディガーはいかに近づくかというところ。おっとサンダー入る。よくばった、おっとピヨった。アパカはだいぶよくばった。いる間にあっと投げられてしまう。ただすごい、闘魂チューニー勝利で、続いてクリスさん、シムですね。闘魂さんやっぱ強いですよね。ちょっと僕もバックどこ行ってきちゃった。大丈夫ですか。そうね、はい、キムさん、ダルシム、先ほどの話ですね。さあ、ちょっと僕の S 探せ見たかったんですけどね、どういう風に闘魂さんは攻略するか、全く見てますけど。いや、完全に自分がミスりました。さあ、読み足。いや、ダルシムもどうするか、まあ、これ、チューリー、キムリーさん。まあ、あの戦列があるんでね。歩いてたー。なぜかインフェンドで突っ込んでしまう。返す。9台と今つなげたかったところです。いやもう東郷さんの困った顔がもう焼き付きましたね今。なぜか戦列を打っていたところにインフェルノが入っていた。あれ入力結構難しいんですけどね。さあどう対処する。これはこの場合はチュンリーがかなりより下がりたいけど、これは確定ですね。ドリルに対して戦列当たったところは高かったですね。あれはしょうがない。スラスラ投げて、あれが入ってしまう。下から投げ、投げて、さあ、あの百列だいぶずるい。ショーテ
うー、投げー、前が投げ、やはり投げ。わお。続いて、闘魂中に勝利で続いて107回。さあ、シャルさん、2周目は DJ 一番入れ替わってるんで、シャルさんが先ですね。DJ DJ、シャル DJ、はい、シャル DJ は中央線やっていくのか。ただ、お互い中野で、いや、ヒデさんとやってる、お互い中野でな気がするが、はい、なんか久々っぽい動きしてますね。ダルシム戦を思い出すまで1ラウンドかかったような気をしてたんですけど、やはり投げ、これを出させないようにしなくちゃいけないけど、チュンリーより速い歩きがあるやつがほぼいないので、ほぼっていうかいないのか。いや、これもガードしてる限り DJ が不利になっちゃう。あれですね、難しく反応投げですよね、やっぱりね、トゥンリーと反応が間に合わない。さあ、判定で対抗していくが、あと1回投げられたらシャープリーテは死んでしまう。さあ、ゲージが溜まる、投げは下げたい、なんで止まってしまった。あー、飛び込んだけど、投げてしまう。続いて深井、ほとんどですね、はい、フィニッシュがほとんどフィニッシュが投げで終わってるんですよね。あ、ない、ないないない、 So sorry。 さあ、トコンさん連勝で、一勝持ってないか、だけど、ヘッドでくぐって、取る！さあ、逆の画面端、飛びが通ってしまう、スパコンが、もうだけど、バイソン有利に見えて、実はもうない。お互いゲージを使えませんでしたね、今。そうですね、このキャラゲージなんかは全然強いですからね。あえて使わないんで読み合っていく。ちょっと膝がよく合わないことがあってしまう。さあ、画面端倒して、ガード、ナイスガード、さあ、スパコンの1回入れたいけど欲張るか。さあ、ヘッド、ヘッドが刺さった、大ヘッドか、スパコン、しかしガード、おー、逆向き、逆向きストレート、ナイスですね、今。さあ、これも前半バイソンが大有利になれば、投げ、ダッシュストレート、投げて返す、ここ起き上がり投げ、最後は、最後はさすがのガムジャパ投げ、素晴らしい。ここまで5、6戦連続フィニッシュが投げですね。そうですね、これがやっぱりガムジャラ、ガムシャラジャパン総帥たるところですね。さあ、素晴らしい、シャーマルバルログ、バルログだけど投げられて、続いてお茶丸さんのチュンリー、闘魂チュンリーが今6、7連勝かなですね。こかされ画面端、なかなか寄せられない。さあ、標モード、さあ、2択返される、投げて、ああ、いっちゃった、投げ、投げ、
クー対空飛んでしまう。これは甘えんなってことなんですかね。ね、あの外から見てるとなぜテラーで待たなかったの。いや、単純に東郷さんが置いてただけの話ですね。今の結構あれなんですよ、ね、熱くなっちゃったの。よっかー、爪がなくなり終了。しゃがみぐらいシューター、この間約5秒間、続いて金子さん、闘魂チュンリー8連勝で金子さん、ラウンド1ファイト。さあ金子さん止められるか。さあこけるとまずい。投げて、さあ金子がいる。さあチュンリーが、スパコンがまだ溜まっていないうちがいいが、溜まってしまった。なるほど、そうですね、ガイルは戦列はあまり余計なことさえしなければ戦列食らわないので。ですね、食らったら俺余計なことやってることになるじゃん。ちょっとね、よくないですね。やばいっすね。そうですよね、失礼いたしました。という噂でしたね。本当はどうかわからないんですが、さあ、大太くん、あゆち読み勝って勝って、天章はガードして貴様入る、めくって3段さらに、ここで金子さんが止める。金子がいる勝利。続いて川シムさん、多分あ、違う DJ、 なんかさっきまでずっとやってましたね。さあ打ち合って、スラ画面端押し返したいけど、さあ変わった、打ちだけどもやってることに対してガイルの HP が少なくなっている。スラ、やはり砂で稼がれている。飛びが一回取ってしまう。さあ DJ は砂で前へ、はい、ここでトンポンさんが8連勝でおしまいということで、金子さんが連勝数伸ばしておきます。トーコンさんの8連勝で、続いて2位がシャルさんのベガとトモルさんのバイソンが3連勝ずつということで、同率2位でございます。さあ打ち合いからの裏切りの飛び込み、さあ我慢比べ、投げが入り、サマーで返す、ガード間に合った。カーニバルは見ていた、ガードでした。さあ今の当たると思わなかったですね。時間が、あと5カウントが、いやーずるい、それずるい、それずるい。続いて友田さん、友田さん川島 DJ 勝利で、さあバイソンと見せかけてのペガ、まあ、これ申告制なんでね。そうなんですよね、この試合あのキャラ申告制なんで、組み合わせがどうなるか全くランダムで分かりません。ガード先に入る、さあメガがリズムで押し切っていく、上げていく、カニカニスパコンガードして、さあもうこれ結構ゲージがないと、これは厳しい。おっと、これは
食うわけねえだろ、そんなスパコン。飛んで、投げて、ガード、投げ返され、目がきついって言ってる組み合わせですが、そうですか、投げ、ガードされ、うわぁ、なんだその判定、コマーに肘が当たったわ。ジャックパンチが強い、投げられめくりからの最後は逆に投げ返し、やってない、やってない、まあ確かにやってないでしょうね。投げたマシンナンパーが出てきた。固めて投げて、さあ最後で返してめくれた、スラー空対空で返す、さあじゃあなんでまた出た、後ろにありましたね今、なんだそれ、さあスマラホーク選ぶのはキャラ目はやはりホーク、いやでかいな、こけたら、しかも津村さんですから、おー危ない、そうなんですよ、危ない、組み合わせちょっと微妙なんですね、焦がした、引っかかった、画面、あー失敗、カニガードで削りっすね、手前落ちたが、さあこけた、投げて1回目2回目、さあここ返せない、さすがと言わざるを得ない、投げ返して、さあ対空になっている、耐え返してめくれない、さあ慎重に投げに行く、1回目投げ返した、めくれない、ガード、さあこかした、入ってしまう、回したネクスト、エクスパー、エクスパーさん、続いてエクスパー、2キャラ目も当然あのキャラ、さあ龍ホーク、これももうこけたら終わりですね、1回目、これも意外とシュワシュワシだけど間に合っちゃう、こけちゃう、昇竜もリバーサーで出てるけど、危ない、さあ津村さん冷静、冷静でした、ちゃんと勝利を見てた、これは僕的には勝利よりも見た方がいいんじゃないかと思ってるんですけど、でも結局竜巻背高すぎて上越えられないっすよね、結局入っちゃう、さあリーチ投げ返して、シンクガードしてタックをかけない、削れるか、中足、いや意外とあの中足刺さりますね、今危なかった、ガードしてグータイク、しかしジャックパンチが強い、さあ失敗しない、投げて1回目昇竜、めくれない、相打ち、め
作った飛び込んでくる、だいぶ、あー飛んでましたね今ね。続いて、はい、スムラホーク勝利で、これ山本さん急遽チュニからリュウに変えたんですけど、チュニの方が良かったんじゃね。これチュニの方が良かったんじゃね。さあ山本リュウ空対空、空対空で空中竜巻めくって昇竜ちゃんと出る、入らないピョってしまう。幸い現象ないので2回転は入らないが、飛び込みがある、取る、さあ削れて死んじゃうぞ、中足。頑張って、手前落ちる、クータイク竜巻で返すけども、津村さんがすごく冷静ですね。おーい、さあ一応ピオリは免れたが2回転、光ってました、光ってました。さあグッチさん、グッチさん、途中参加でグッさんですね。キャラは、キャラはホーク、ホーク、ホークホーク、さあ対空してめぐって、さあやり返す、入って2回目も入れられない、だけども、いや焦がされるか、サードさんはちょっと苦手としてラッキーな気がする。2回転入れてる、すごいっすね、素晴らしい、やっぱレジェンドプレイヤー。さあきっちりガード、中足いくけど、ピンクが下がる、そうですよ、グッチさん緑です。おお対空めくって投げれない、さあ対空、対空ペチペチとめくって、ペチペチと、セーフ、同キャラなんで何があるか分かんない、投げて、さあ位置的に届かないか、飛んで終わらない、ペチペチと入ってしまった、リンさん勝利。続いて青沙絵さん、青沙絵さん、高校さんだと思います、高校さんだと思います。直列で離して手前落ち、投げ、これでも投げに行く、さあ大キック、そうすると、さあ入る、空対空で勝つ
とガードして優勝が決まってしまうんじゃないかという組み合わせですね。しかしさあだいぶ戦列が入る、東方中継所に、ここでウサン勝利数が一緒か、ストップです。ちょっと待ってくださいね。じゃあ決勝どうするか考えます。じゃあですね、すいません、シャルさん、トモザさん、津村さん、こちらへどうぞ。3名の方、2位ですね。さあ、東方さんが1位抜け確定。2決定戦をしたいと思います。三つどもえ戦ですね。どう、東方さんはもう単独圧勝ということで決勝進出でございます。行こうと思うんですが、一先、いや、じゃあもう、わ、じゃあ、いやもうシャルさんとトモさん先にやっちゃえばいいですよ。さあ、一番めんどくさい、全員が一生いっぱいになってしまうか。違いますよ、全然全然違いますよね、ここやっぱそうですよね。全然違います、全然違います。まあ、とりあえずシャルさんとトモさんでやればいいと思います。じゃあ 1P2P じゃんけんからとりあえず、さあトモさん 2P、 はい、さあシャルさんはベーガー、トモさんバイソン。これお互いいつもの逆ですね。いつもの逆キャラ。さあバイソン飛び飛びで戻ってった。投げて飛び込みガードし、さあトモさんゲージが溜まる、ガードさせて有利ですね。入ってしまう。さあリーチ、さあ壁を押し込んで簡単に返せてしまう。さあ転んだ、あーちっ明らかな入力ミス。さあもうこれ逃げれるのか、ゲージもゲージ溜まったけど入らない、あるあるある、入らない、無理やりねじ込んでいった。取り返した、さあさあ東光さんはベガー、バイソン、ホーク、この3択でございます。さあ様子を伺うが、スラッ、さあ動かされてしまう、投げパフェですね。バイソン勝利、桃沢バイソンが勝利。さあ次、スーピーそのままない、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 さあここでトモさんが勝ってしまうと
総当たりせず終了、2決定戦、とりあえず1試合目、シャルベガさん、シャルさんベガ対イトモス3バイソンでバイソン、トモス3バイソン勝利 でそのままの形で、小田さんバイソンと津村さんの方さあガードしてしまう、1回目、2回目さあ手前押して投げられ、ちょっとこれはバイソンか、中足渋い渋い、さあこれうわ生投げ、さあまずいぞまずいぞ、さあ様子見が勝っちゃうとまずいのか、さあゲージ貯めてこれ死ねるんじゃないか、としては友田さんを応援したい、開幕しかし津村さんも頑張って大会、津村さんの疲れた分を見て2回返して痛かった、間に合わなかった、 お互いヘッド中足うわー生投げ、津村ホーク勝利で、このまんまシャルベガあスリーさあ津村ホーク対シャルベガ、はい、これも津村ホーク勝利で、続いてシャルさんのベガと津村さんのホークですね、でこれ圧倒的にまずいことになりそうです、空対空ゲージはないので追撃はないけども、今のうまかった、しゃがんでいた削りですね、カニ、いやー投げれない、おっとダブルに入ってしまう、ナイスコンボ、あ、違うんですよ、これシャルさんが勝った方がめんどくさいことになるんですよ、さあシャルベが勝っちゃった、もうみんな一勝一敗、もう元子さんの勝ち、もう一周もう一周しますか、すいません、もう一周じゃあ行ってもらいましょうか、もうこのまんまで、このまんまでお願いします、時間の関係がちょっと出てきちゃうんで、さあまたもメインキャラ逆、シャルベガ勝利で、トモザバイソン、さあお互い一勝ずつで何も変わらないことになっちゃう、さあめくりにはいかなかった、さあ入っちゃう、投げてでかいタンパが入ったがあまり蹴らなかったように見えた、おかしたけど様子見てた、投げ減り投げ返す、さあ様子見を続ける、ベガバイソンはどっちがいるか全く分かんないですね、バイソン有利です、バイソン有利です、全然バイソンです、はい、バイソン有利なんですね、さすがにスパコンの性能が、あいってしまう、ほんで壁際投げかっか、ファイブ掴んで掴んで
削りたいが、どっちもどっちもある。うわ、止められる。いやー、ここは冷静。トモザウェイが勝利。これそう、これもこれもトモさんが勝っていただかないと終わらないやつです。さあ、津村さんが東郷さんを帰れなくするのか。投げて、2回目、ああガードして、ああ入らない、ああ飛び込み、レベ返す。サンナが入ってガードしてしまう。さあミス、はい、噛み合った。冷静に対処、ピヨッテサンナ。さあ終わった。さあトーコンチュンリー対トモザーバイソン。さあじゃあじゃんけんしていただいて、3、じゃあ3先で、3先で、はい。さあトーコンチュンリー 1P のトモザーバイソンが 2P、 はい。これ逆になった。さあ、レバーチェックじゃないけど。さあ、ここからスタート。さあ、山本さん、はい、山本さんの決勝、山本さんの予想は、予想ないくつ、何対何で、予想はあと数分もすれば分かります。1B 東郷さん、初勝利ですね。で、いい決定戦勝ち抜いてきた東郷さんのバイソン。さあどちらもストロングスタイル、そうですね、ストロングスタイル。焦がして投げて上げていく、固めていく、つかみ返すが、フェイントでヘッドをサポート、読み勝ち、ヘッドサポート、冷静、起きでしたね今のは。動きは見切った、はい、おい、ここまで 100% ではないのか、ちょっと表情が浮かない、勝ったもん。投げてダメ足。さあバイソンが先にネジが止まるが、さあバイソンはガード、さあゲージを残したまま、さあ大きなリードになった、飛び込み、やはり投げ。一本目は投稿準備。
2本目いや今減りましたね。押し込んだ。さあ冷静だった。さあ1-1。はい、2本目はフォーモーザーバイソン。追い込みが入り、ガード。ガードしてしまうが、長投げられ捕まれ。さあ、ゲージが溜まる。この使い方すべてが決まる。右側はだいぶタイム減らされてる。 IH OK。 さあ、ゲージを使わないまま。壊して返す。はあ、今最速ためですかね。AD が出なかった。焦がして。投げ、さあ我慢して投げた。削って焦がした。知らない。刺しましたね。いや、2-1、2-1。3本目は投稿中に。さあリーチ。投稿中にはここでリーチだが、フライ投げ、投げの投げ、横つらが見える。3段一気に3段捕まれ。ゲージを貯めていく。さあ逆に溜まっている。投げ、投げて、さあもうこんなことをしてる間にだいぶ不利。さあ戦列がある。足りてしまうか。タンパが入った。おー止めた。はい、投稿準備1ラウンド、はい、リーチってことですよね。1ラウンド取ってるので、さあ引っかかって、まあ、お互い取ってます。返す。いいでしょう。投げて、投げ、蹴っていったが見事ガードした。綺麗に逃げていった。当たってしまう。終了。よいしょ。どうぞ。闘魂のチュリー。チュリー、ムカつく。出た言葉がそれ。そうですね。チュリー、チュリーがね、やっぱキャラ強がありますからね。はい、今度はね、海外からのゲストも来ていただいて、あれ闘魂さん式の細見って初参加という。初参加ではない、あまり来てない。優勝おめでとうございます。コメント一言もらってよろしいですか。ありがとうございます。最後ちょっと負けそうで緊張したんですけど、なんとかルーパーセンズ当たって勝ったんで良かったです。また頑張ります。
でも良かったですね、当たって。ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。おめでとうございます。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。優勝の闘魂さんでした。本日はね、海外からのゲストの方も来ていただいてということで、まだ、時間は今22時43分。うん。クレジットある分使っちゃってください。そうですね。今日ですね、これ第61回四季の細道ということで、優勝は闘魂さんのチュンリーということで、闘魂さん、これ機会があったら、スパツ X エボ選ばれた時には四季で優勝してるんで、出場権あるんじゃないかと交渉していただくかもしれませんので、今日はエボジャパン2018の記念、開催記念ということで、はい、初の日本開催ですね。で、店側のちょっとお知らせなんですけど、1月28日、今日が26金曜日なので、28日はあさっての日曜日ですね、スパツ X 月齢大会ございます。ここ、デートナッシュ、埼玉県新座市デートナッシュ、時間は16時からですかね。16時、大丈夫でした。18時、ちょっと待ってください。16時ですね、はい、月齢大会、あさって日曜日1月28日の16時からありますので、皆さん、ふるってご参加ください。でですね、配信台はまだもうちょっと対戦を配信しております、ストリームしておりますので、引き続きお楽しみください。本日は以上となります。どうもありがとうございました。
Round 3, fight!
愛。
ということでお疲れ様です。23時過ぎましたので、この試合で、今の試合で、今日の配信は最後にいきたいと思います。よろしくお願いいたします。先ほども、お伝えしていただきましたが、あさってですね、日曜日の16時から、リスレ大会予定しておりますので、時間にお時間がある方、ぜひ当店まで、お越しいただければ、参加多分100円ですかね、確か参加100円で誰でも参加できますので、お待ちしております。の方切りたいと思います。今週も、夜遅くまでお疲れ様でした。ではまた来週同じ時間でお会いしましょう。それでは失礼いたします。